地雷です。無理すぎ、ジェシー、ストーンズ動画で、免許取りたいに思わぬ反応。あやせはるかの影にげんなりするファンも8月23日、人気アイドルグループ、ストーンズ、の YouTube チャンネルで、メンバー全員で列車両に出かける動画が公開された。動画はこれまで何度か公開されてきた、アポなし旅と題した恒例の人気企画です。基本的にノープランでメンバーたちが話し合って、行き先などを決めるというもの。 今回は浅草駅から旅が始まりますが、23日に公開された第1弾では、東武鉄道の特急列車、リバティーケゴンに乗車し、そのボックス席で、メンバーが話し合う様子がほとんどでした。芸能ライター。しかし、この内容を見た X 上のストーンズファンから、思わぬ反応が起きてしまった。ジェシー免許取ったら最強ってずっと言ってきたけど、正直今は取ってほしくない。なんでかはわかる人にはわかると思うけど。 ストチューブ見たけど、ジェシー君の免許ネタ地雷です。メンバーみんなわかってる。反応してて早々の草。ジェシーが YouTube で免許合宿で取りに行こうかなって言ったら、新太郎から2週間ぐらい行き、話だよって言われて無言になった時、ヤセはるかとか言えないなとか考えてたのかなとか思って、無理すぎ。どういうことか。前室の芸能ライターが動画の内容をさらに詳しく解説する。ボックス席での会話では、 企画に沿って、目的地にまつわる話し合いをしていました。そこで、メンバーのコーチユーゴさんが、今日元大河か、松村、北斗に運転してもらおうよ、と提案すると、過去の動画での自動車運転について、振り返ることに。実はストーンズメンバーのうち、自動車免許を持っていないのは、ジェシーさんだけとあって、彼の免許取得に話題は変わりました。ジェシーさんは、撮りたいよ。YouTube で、と免許取得への意気込みを明かしましたが、 メンバーからすぐには取れないことを指摘されると、合宿行かないとネットなぜか寂しげな表情を見せていたんです。2024年7月に女優、綾瀬はるかとの真剣交際が、ニュースポストセブンに報じられると、同志の直撃取材にも前向きな姿勢を見せていたジェシー。今回の自動車免許の話で、一緒にドライブに行く相手を想像してしまったファンが多かったようだ。本人としては、真剣交際を示すことで、 ファンにも誠実な対応を見せようと思ったのかもしれませんが、それがのろけと捉えたファンが多かったのも事実です。これまでのそうした背景があったことから、今回の免許の話でも裏を感じてしまったファンがいたのではないでしょうか。芸能記者。一流芸能人でも、ファンの心情をすべて理解するのは難しいのかもしれない。